はい、というわけでですね、今日1日目なんですけど、恒例の現地のゲテモノ食いをしようかなと思います。いけた。ちょっと時間がなくてというか、もうね、ヘトヘトさ、はい、お目当てのレストラン。なんかそういう気にならなかった。今日はちょっと時間がなくてというか、もうね、ヘトヘトすぎて、なんかそういう気にならなかったんで、とりあえずコンビニのね、売ってるものでないかなーっていうことで、ちょっと面白いもの発見したんでね、そちらをちょっと紹介していきたいと思います。じゃあその前にちょっとね、このベッド何だって？これね、僕の部屋、広いんですけど、借りた部屋が、これ子供用のベッドがついてました。ちょっと見た目がパッと明るくなる方がいいじゃないですか。あね、これちょっと見てほしいんだけど、俺今日買ってきたビールね、美味しそうじゃない？普通になんかこうマイナス2.3度とか言って、なんかバドワイザーとか普通になんかアメリカのビールとかもあったんですけど、やっぱり中国のビール飲みたいなと思って、でね、それちょっと見たんだけど、この口のとこさ、ちょっと変わってるよね。これ開くのかな、ちゃんと。不安なんだけど、てかなんか爆発しそうなんだけど、なんか申し訳ないけどさ、中国ってなんか結構爆発するイメージじゃない？ 行くぞ。いや俺さ、さっき、あ、そうそう、コンセントあるじゃないですか、中国の。あれ、日本のやつ刺せるんですよね。恐る恐る刺してみたんだけど、なんか爆発するかなとか思って 失礼なやつだな。開いた。あ、そういうことか。普通のと違うわ。今プシュってこっちから開けたんですけど、こう、あ、なんつうの、こういう飲み物たまにあるよね。こうなんだ。こうで、これは取れるっていう。ちょっと一口飲んでみますね。いやね、中国のこう缶って、さ、韓国ドラマとかでたまにさ、ここってやってるシーンない？あれね、中国からの黄砂がここに溜まってんだって。で、俺もさ、飛行機の中でビールくださいって言ってもらったらさ、結構汚かったんだよね。だから飲むとき気をつけてください。俺もし開けちゃったんでいいですけど、めちゃくちゃうまい、これ。これマジでおすすめ。何これ、苦すぎず。ええー、1900年からだって、ビールが。そんなことあんだね、ハービン。ずっとここにさいるとさ、俺こう14階なんだけど、車のクラクションもすごいのよ。どんだけ聞こえんのっていうぐらい。普通なんか十何階とか、あ、20階とか行くとそんな聞こえないのかな。まあいいけど、まあちょっと今聞こえたかなと思って行ってみただけで、これマジうめえ。ハービンだって。絶対中国来たらこれ飲んで。俺さ、今日さ、もうぶっ疲れてぶっ倒れて紹介できないかなと思ったけど、なんか、起きてこれ飲もうって思って、そう、1日目なんだけど。そう、中国ってさ、時差があるんですよ、日本と。何？だから今俺体感的には、まあ今午後10時なんですけど、10時半とかでも、実際体感は11時半とかなんですよね。だけどこっちの10時に慣れて寝ないと、明日めちゃくちゃ早く起きちゃうみたいな。ちょっとそれも困るなと思って。はい、まあちょっと話それましたけど、これビールです。俺ちょっとノーパンだからチンチン見ないでね、チンチンは。どうしようかな。絶対俺さ、ダメだと思うんだよね、自分で。これ見て、俺が読める感じでなんかないかなと思って買ったんだけど、これさ、絶対ドリアンじゃん。絶対ドリアンなのよ、多分。この、いや、草草好きみたいな書いてあるじゃん。だから臭いものが好きなやつ飲めみたいな。で、このキャラクターも可愛いし、絶対ドリアンじゃんみたいな。これをちょっと飲んでみようかなと思います。ちなみに僕、ドリアンをフィリピンで食べてマジで吐きそうになりました。なんか冷やしてればよかったのかなとか思ったけど、やっぱりね、ドリアンって臭いね。あれ結構高級なフルーツなんですよ、実は。
じゃあちょっと、おー、ビビった、今開かないかと思った。ちょっと待てよ、大丈夫か、大丈夫だよね、俺ね、バロットバロット俺経験してんだから。いやいや、行くぞ。あー、なんかくせえな、くせえな、もうすでに、超くせえ、やっば、マジでくせえ。え、ドリアン嗅いだことある？日になん、なんだこれや、いけるかな、なんか草甘みたいな、あ、うまい、出た、このパターンだ。あ、やっぱ乳製品だから味がマイルドで、開けた瞬間なんかどこからともなくね、あのやつの匂いがしたんですけど、これ全然飲めるわ。え、これぜひ、これ中国のコンビニ見つけたら買ってみて。まあ、ドリアンが好きとか好きじゃないとかじゃなくて、飲み物として美味しい、おすすめ。はい、というわけで、ちょっと可愛いねこれ、普通になんか部屋に芳香剤的な、ちょっとあれないっすかこれ、なんか芳香剤の雰囲気がありますけど、はい、まあいいや。ほんで、1元だから、いくらだ1元って、これダメだ、もう元計算ができねえ。今1元っていくらだ、はい、1元が今15、6円です。で、これ1元なんですよ。これなんか肉みたいな、よくわかんないんですけど、肉的な何かだと思うんですよね、これ1元。これがね、なんかね 2.5 とかだったんですけど、1元15円とか16円なんですよ。だからこの15円、これが 2.5 元だから、45円とか40円とかみたいです。なんか原計算難しいな、難しくないか。でも飲み物が空港で8元だったんですよ。だから16円かける8、100、130、100、まあそんなもんか、まあいいか。はい、というわけで、ちょっとまあおつまみ的な感じで、なんだこれ、ちょっと行ってみましょう。あ、これね、多分なんだこれ、に肉的な、うん、なんだこれ、マグロの、うん、ジャーキーだね。うん、まずくはない。普通にこれが15円で売ってたら別に買う。原材料が読めねえな。うん、肉的なことは書いてあるね。で、なんか中国の味って感じ、チャイニーズテイストって感じ、分かりづらいね。香辛料でいうと、なんかあの香りのなんとか粉みたいな、なんかそんな味、あんまり日本人の、いや、まあ日本人も好きか、うん、日本では食べれない味かな。うん、うん、割と得体の知れないもん食べてて、後でカエル列車とかね、ありそうだよね、中国だったら。これね、めっちゃいいと思う、おつまみとかに。で、多分この子も同じ部類だとは思う。25元、うん、25元、違うな、 2.5 元。なんかこうか、悪い顔してるやつがこう下にいますよ、俺みたいに。悪い顔したなんか天使みたいなやついますけど、これも多分肉ですね。うん、辛いマークが書いてあるんで、辛いかもしれない。あ、うん、さっき食べてたやつ美味しいわ。ビールに絶対合うはず。マジ中国人グッジョブ、うまい。
美味しいものが分かってる。ちょっとこんな感じ、出しずれ。お、またちょっと違う感じのチャイニーズの味だなこれ。ちょっと本当に何の肉だろうこれ。怖くない？なんかこのツヤ、このさ色ツヤ、ちょっと怖くないですかこれ。なんかだってさっき食べたこんな、なんかチョコじゃないけどこんな形のやつ、カモの血だったからね。ただのは？何これ。あ、骨入ってんだけど骨見えないか。硬っ。ん？なんか味付けは美味しいんだけどさ、これあの切るとこが必ず下になってて、俺がこう切ってから見ようとするとこう見えないんだよね。こう反対になっちゃってこれ落ちちゃうからね、こう重力っていうのがあるから。で、なんかでもこれちょっと俺カモかな、なんかアヒルとかそっち系の味ですね。そして書いてあるほど辛くはない。何の肉かが分かんない。なんだこれ、なんていうのこれ。あ、カモだカモだ、やっぱりカモだ。これカモっすね。へえ、カモ肉がこんな風に食べれるってなかなかないよね。やっぱ、うん、ちょっと高級食材っていう感じが日本ではあるから、こういうおつまみ的な感じでカモ出てきたらちょっと嬉しいですよね。うん、カモの味は覚えた。アヒルの血もはもう覚えた。でもちょっと雑なゴリゴリ感がありますね。ちっちゃい骨がめちゃくちゃ入ってるんですよ。うん、でも味は美味しい。いやー、なんかこういうのフィリピンとかでもさやったじゃないですか。見てくれたかな。あれはね、うん、間違いない、あのなかった。でもやっぱカップラーメン的なものは日本がやっぱ一番美味しいかな。うん、あの値段とあのクオリティはなかなかないかなと思いますね。うん、ビールはねまずい国ないかも今まではとりあえずは。うん、ないですね。うん、これね、こうもうこの時点で骨が引っかかるんですよ。これを噛んであのボリボリ食べてもいいし、苦手だったら骨だけ食べれなくてもいいかなって。もう肉が味が美味しいんで。あとね、中国のホテルティッシュとかがないんですよ。あんまり多分あんま使わないのかな。なんかレストランとかもなかったんで、まあ必要な人は持ってきた方がいいかもしんない。なんかトイレットペーパーも普通さストックがあるじゃないですか。ないんですよ1個しか。だからそれも使ったら呼ばなきゃいけないしめんどくさいから持ってきた方がいいかもね。うん、うん、これアヒルのカモか。カモ、これアヒル？あ、俺カモって言ってた？アヒルはでも家のカモだもんね。一緒か。どっちか、まあどっちでもいいか。うん、割と骨も食べやすいですね。というわけで、まあ今日はこ今4つ紹介してきましたけど、どれも美味しかったですね。うん、まあ、中国はちょっとね、でもね、俺台湾とフィリピンと、まあ、中国じゃないですか。あのね、この暑い国、暑い地域ってね、濃い味のものが好きですね。あ、アホみたいに甘いもんとか。そう、ちょっとそれは共通してるかも。暑い国ってなんか悪く言うつもりはないけど、なんかね、暑すぎてこうスポーツっていうのがねあんま盛んじゃないらしい。台湾人の人が言ってた。暑すぎてそういうスポーツがあんまできないから、室内系だったらまだ強かったりするものもあるけど、卓球とかさ、外のスポーツが暑すぎてなんとかって言ってたな。うん、まあいや、スポーツはとにかくそのだから甘いものとかしょっぱいものが好きすぎて、台湾ってあの糖尿病の率が世界で2番目なんだって。
言ってました。俺もね昔は好きだったんだけど今ねやっぱ濃いって思っちゃうね。甘いなとかこれ味濃いなとか、うん、まあ調子乗って食べちゃうとね後々響くと困るので、まあ、その辺は自己管理でお願いします。というわけでね皆さんこのビールは絶対におすすめなんで飲んでくださいね。漢字ハービンという、うん、ビールですので。というわけでもう今日はねこれで商品紹介終わりたいと思います。結構喋ってんな俺。はい、ではまた明日頑張って行ってきます。おやすみーフィーちゃん。